アオハラジオ。皆さんこんにちは、吉岡双葉役の内田真彩です。皆さんこんにちは、馬淵公役梶幸です。アオハラジオ、この番組は東京 MX、MBS、BS11、TUT で好評放送中のアニメアオハライドの魅力や情報をお届けしつつ、アオハル、すなわち青春の素晴らしさを再確認していこうという番組です。はいはい、マヤドン、カジドン。思い出すね。名前出しますね。台本見てるとね、マヤドンカジドン。これそのうちね、この名前の表記も、うん、マヤドンとカジドンに変わるんじゃないかなって。これ内田カジがですか。そうそうそう。マジか。それもでもありなのかな。ね、もう山的にはね。結果的に結果的にそういう呼び方に決まったってことっていいのかな。いいんですか。いいのかな。いいの。ねえ。なんか全然青春感はなくなっちゃったけど、ね、まあ、ね、別に作ろうとして生み出したわけじゃないから、そうそうそう、自然と出てきた言葉だから。あ、これ青春っぽいわ。それはちょっと嘘っぽいけど、なんか、まあ、無理やりあったかな。そう、なんかでも、こう、ちゃんとね、はい、あの、会話の中で出てきたから、うん、いいんじゃないですか。そうですね。素敵だと思います。はい、さあ、今ね、うん、もう、ちょうど、毎回、このラジオ今後もそうだと思いますけど、1回目もそうでしたけども、はい、収録後に、あの、収録してるんです。ややこしい言い方ですね。ラジオを収録してるんですね。はい、そうですね。はい、だから、うん、開放感がすごいんです。ね、なんか終わった。そう。この後もう、飲み行こうぜぐらいのテンションなんですよ。そうなのよね。だからちょっとこう仕事なんですけど、うん、なんだろう、アフタートーク感があるんですよ。そうなのよ。なんかね、さっきから俺いつもそんなことしないんだけどなって思いつつ、なんか変なくだらないふざけをね、ちょいちょいしちゃうんですよ。お、してますね。スタッフさんすいません、ね、なんか開放感でね、そう、あるある。まあね、でも本当毎回楽しく、はい、いい空気感で収録をさせていただいておりまして、まあ、今回もね、充実したアフレコでございましたが、はい、そうですね、はい、まあ、これをお聞きの皆さんは、うん、まあ、夏休み突入しましたか。あ、そうですね、7月のもう23配信ですね。ということは、はい、もう入ってみんなもうわっきゃーって宿題のことなんて忘れてるところじゃないですか。どういうタイプだった。私は最初にちょっと頑張って、うん、半分ぐらいやったとこで、うん、まあ、これはあとはちょっとずつ進めようって思ってたら、うん、気づいたら終わりに近づいてて、後で慌てる。似てるわ。あ、似てます。あのね、俺も最初は夏休みになった途端、うん、あ、もう夏休みっていうか、その終業式の日に、今日からもう何日かで、もう全部終わらしちゃおうと思って、ガーってやるけど、夏休みの初日、その終業式の次の日ぐらいに、あ、ちょっともう夏休みだし、一回やめようって思って。長いですかね。そう。実は長いで、結果最後の方にやるっていう。でもギリギリってことはないかな。終わらせるタイプ。そんなに焦らず、少なくとも夏休みが終わる1週間ぐらい前には終わるかなって。えらい。だって嫌じゃない、その最後の1週間、重たい気持ちで終えたくないじゃない。まあそうですね。でも嫌だった。嫌だった。私はもうやりたくなかった。何があったんだよ、夏休みの宿題。夏休みの宿題なんて忘れたかった。それも青春じゃん。でも今思えばね、まあ、そう、これ聞いてる学生さんはさ、もうやだやだ、まあ、今やってる最中ですもんね。そう、でも後から振り返ればさ、夏休みの宿題っていうか、うん、まあ、夏休み自体がそうだけど、うん、ないから。ない、こんな長い夏休みないですからね。そうだよ、3日あったら超夏休みですよ。そうね、正直いいね。いや、3日休みあったらどうしようとか思っちゃう。まやどん、お疲れ様です。いや、すごい、だって空を飛べますもん。なんで嘘ついたの。嘘じゃない。嘘じゃない。3日あったら空飛べる。本当に空飛べる。今すごいジェスチャーで飛んでるやつやっても全然飛んでない。私がじゃないですよ。え、飛行機が飛んでくれるっていうことです。そういうことね。私は別に、例えか、そうか、まあ、3日あったら、そう、そんな風に言わないでくださいよ。飛べるね。そう、空飛べるよ。飛べるんです。飛んでいこうよ、ねえ。なんなん、なん、どうしちゃう。まあね、とにかく我々は、はい、夏休みはないけれども、うん、どもこのラジオとね、作品を通して、うん、もうそんなテンションになるぐらい、まあ、楽しんでいこうじゃないかと、そうですね、そういう感じでお届けするんで、はい、皆さんはさぞ開放的な気持ちでしょう。まあね、違う人もいると思いますよ。いやいや、ね、何、怒りがちょっとこもって、そんなことない、若干バカしね、社会人の方もいらっしゃると思います、うんうん、その人たちは僕らと同じ気持ちで、うん、ね、学生の方はそうですね、浮かれた気持ちで聞いたらいいんじゃない。毒出てる、毒出てる、楽しく聞いてください。
綺麗なカジドンが出たところで、ね、汚いカジドンだったそんなこと言うのか、はい、さてさて、うん、アオハライド3話までオンエアしました。早いね。早い。いやもう3話ですよね。どうしましょう。3話、まあ、ここにね台本がちょうどあるんですけど、はい、うん、3話はいや結構まあ毎回ねあのキュンとするシーンとかいっぱいありますもん ねありますけど今回は、まあ、クタバ泣いちゃったね。泣いてあの時のあの夏祭りの時のなぜ来なかったかの下りをね、うん、2人で回想というかう、ね、ごめんなっていうってさ、はい、なんか急に、うん、素直っていうかさ、うん、なんかその田中くん時代の顔を出してくるよね、うん、そうです。急にそういうの優しさをあの恥ずかしがらず見せるじゃないですか、うん、そこが彼のいいところでもありずるいところでもあると思うんですよねそうね。そうこのだって今までうざいからこっち来んなよぐらいなツンツンだったのに、うん、出れるスピードがめっちゃ速いんですよね。そのでツンからの出れの速度がずっと速いから、いやこうとしてはずっと出れてるよ、うん、そう本当ですか。気持ちとしてはそうです、うん、いやもちろんその表向きにそう聞こえないお芝居をね、うんうんうん、しなきゃいけないけれども、うんうん、本当の気持ちで言ったら、うん、だって本当にうざかったら、うん、何も言わないでどっか行けばいいだけですから。かまってるってことはもう出れてるってことなんですかね、うん、だって話したくてしょうがないんでしょ。あそうか。じゃなかったら色気のネーパンしないかそうだよ。そっか。あんなぶつかりに行かないよ。まあ家事説ですけどねそれは。あそれ家事丼ってことですか。家事丼。家事丼。あれが家事丼。あれが家事丼。マジであれのことを言うの。それです。あマジで。じゃあこれ聞いてる男性諸君ぜひねあの学校職場でちょっとあの意中の女性がいたら家事丼してみてください。そうね、その時持ってるなんかおにぎりかもしれませんけどね、はいうんうん、その時まあ色気のねおにぎり色気のねなんか別のなんかだったらね色気のね猫とか嘘そう猫落とすの抱いてたらねなんか持ってたものをちょっとそこは臨機応変にちょっと役者のあの部分を出していただいて家事丼をじゃあそのうちマーヤ丼が何なのかっていうのも明らかになるんですかね。そうですね、マーヤ丼でいいのか、うん、マーヤ丼もいつかね、うん、あのこのラジオ内で明らかになったら、ね、そうですね実際そういうシーンが深まる、ね、あるかもしれない。そうですよですね。はい、はい、ということでアニメの感想もね、うん、たくさん届いてますの です、ね、この後ご紹介しましょ しましょう、はい、それではそれでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。アオハラジオスタート。この番組はアニメアオハライド制作委員会の提供でお送りします。アオハラジオ。さあ皆さんからのお便りを紹介するアオハルメールのコーナーです。早速お便りをご紹介しましょう。カジドン、カジドン、カジドンどうしたん、どうしたん、カジドンどうしたんです。何が、え声枯れちゃってる。声枯れちゃってる。色気のネパ誰、違うやれって言われたんだよ。嘘、誰にですか。お隣の帽子の方、帽子の作家さんとそれに便乗したマーヤ丼にやれって言われました。あら私だった。あなたやれって言いましたよね。あーちょっと忘れちゃったな。あのね、うん、あの何やってたんです。オープニングだ、やれって言って何や、いやオープニングでなんかそのちょっとね解放感からちょっとふざけてしまってすいませんっていうのは、うんうん、例えばこういうことを打ち合わせの時にとかマイクチェックの時にやってたんですよっていうのをやれって言うんですよなんかそれちょっと恥ずかしいなってさ、あれはさだってこうそう気持ちが高まって勝手に出たわけで、うんうん、こうやってなんかお芝居しろっていうのはね、ねすごい、うん、落ち込んでる。ちょっと困るな楽しそうじゃないですか結果はい、まあ、青春メールですよ、はい、あそうですよ紹介しましょう。こんな話どうでもいいんですよ。どうでもいい、行きましょう行きましょう。時間もったいないから、はいはい、青春ネームアミさんからいただきました。ありがとうございます。カジさん、マヤさん、こんにちは。こんにちは。前回の放送でどんなシーンにグッときたか教えてほしいと言っていましたね、はい、友達と青春ライドの1話の話をしていたら、うん、特に人気だったシーンがありました。ほう。それはコウとフタバが高校生になって神社で出会うシーンで、うん、その時のコウが急に降ってきたよね。え、え、え、再会のハグでもする来いよ、え、っていうシーンでした。はい、急に降ってきたよね。わ、すごく感動しました。俺バカにされてるのか再会のハグでもする来いよわ、マジで胸キュンのセリフでした。なんか腹立つな。なんで腹
た。今のは真似？何？こうですこう。こう。急に降ってきたよね。出ないの私の声、はい、いやそりゃそうでしょうね。やればやるだけバカにしてないですから。違うよ。何です？急に降ってきた。違う。これダメだ。さきさか先生に怒られてしまう。ダメです。そうです、はい、なるほどね。全然内容入ってこなかった、入ってこなかった。そこのセリフにキュンとしたと、うん、あ、そうです、そうです。いやそうだよ。だってね、あの描写でもありましたけど、その急に降ってきたよねの後に双葉がのきっと主観というか目線なんだろうね。空を見て思い出した、うん、あの今降ってないんだ、うんうん、そうこれもあだったこうだみたいな。だってあれ雨降ってたら、うん、もしかしたら同じことを言った人なのかなっていう線もあるわけで、新しい出会いかなみたいな。そう、うん、そこまで思われたらちょっと公的にはショックだけど。降ってんのかい。まあでもね、あのセリフを晴れてるのにも言うっていうところで、うん、ね、あ、こうだと確信するわけですか。ですよ、うん、いやいいあのシーンは。やっぱ胸キュンでしたね、うん、恋よは大人気でしたもんね。そしてこのスタジオブース内というか、ね、ブース外でもこのスタジオの一角、なんて言ったらいいんですか、一角。なんかまあね、このたくさんの方たちから恋よは、うん、女性陣から大好評でしたから。あ、そう、うん、あれマヤドン的には1話は何でした、うん、色気のデーパー。あ、そこだ。恋よじゃねえじゃん。いや恋よ、まあ、恋よちょっとね、うん、照れちゃいますね。それだから照れるとかそういうやつを探すんじゃないのこれ。じゃあ色気のデーパーは何だったの。照れないけど、うん、こう喋ったっていうときめきが。なるほどね。そう、ずっとこうあとかやってたから、双葉はこうブランディング束として、そう、ね、頑張ってたものですから、はいはい、女子力下げてね。そう、あ、今の人っていうのが来たのがちょっとときめいたっていう。演じる身としては、ね、はい、双葉的にはっていう感じですかね。はいはい、はい、じゃあ確かにこれ、うん、さあそして次は、はい、塩タン食べたいさんです。ありがとうございます。マーヤドンカジノこんばんは。こんばんは。適応力が素晴らしいですね。ついにアニメ始まりましたね。うん、崎坂先生の原作もいつも絵が綺麗なんですが、うんうん、特に最新刊の10巻は水彩画のような表紙で綺麗なんです。第1話ではそれが再現されているかのような綺麗さで本当にびっくりしました、うん、そして1話で好きなセリフは、うん、コウが最後に言った、これ自分でやるんですか。田中コウはもういないよというセリフ。双葉に言っているように見えて、本当は自分自身に言い聞かせているんじゃないかなと思ってしまうこのセリフが、はあ、双葉目線からもコウ目線からも少し切なくてグッとくる部分でした。これから回を重ねるごとにコウのことがいろいろ分かってくると思うので、うん、そこがどういう風に表現されるのかがとても楽しみです。うん、あー、切ない。なるほどね。そうですね。これね、うん、もういないよのスピード感はちょっと、そう、あの、なんだろう、ディレクターさんとちょっとディスカッションしてね、あ、うん、まあ、もちろん監督がね、うんうん、ディレクターさんに伝えてるわけですけど、うんうんうん、田中コウはもういないよなのか、うんうん、田中コウはもういないよっていう。でも確かにだいぶ印象違うなって客観的に聞いて思いましたね。うん、もういないよって言われるとちょっと優しく感じるっていうか、うん、ちゃんと話してくれてる感が少しあるかなというふうに、ね、吐き捨てる感じでね、うん、あの完成版はいう形になってましたけども、きついですよね、うん、なるほど。この塩タン食べたいさんは、うん、あれが双葉に言ってるように見えて、はいはい、本当は自分自身に言い聞かせてるんじゃないか。そうですよね、うん、うん、なるほどね。あ、いいないいな。その切なさが1話には詰まってると思うんです。1話はね、切ない。だから、あ、ね、原作読んでなくてアニメから入ってくださった方が、はい、そのなんだろう、1話を見て、うん、まあ、決めるっていう人は多いと思うんですよ、うんうんうん、この後今後ね、最後まで視聴するか、はい、アオハライドはね、やっぱ1話だけじゃ、いや本当に、ね、足りないんです。そう、1話になんかいいとこを詰め込んで、こう引き続き見てもらおうっていうことをしていない作品だから、うんうんうん、なんか、うん、絶対最後まで見てほしいんですよね。見てほしいですね。うん、そこで諦められたらちょっと悔しいですね。3、4はでも分からない、うん、こう続けていくことによって、こういろいろ変わっていくものも多いですしね。そうね、はい、あ、切ない気持ちにちょっとなってしまいました、はい、いいですね、はいはい。お次、青春ネーム、はい、みーさんからいただきました。ありがとうございます。カジ君、まやちゃん、こんにちは。こんにちは。私は何より青春ライドのみんなの表情が大好きです。うん、コウの照れ顔も好きです。1話で購買にいるおばちゃんがコウに謝れババアと言われごめんなさいだという時の変な顔も好きだったりします。
双葉もちょくちょく変顔しますが、その変顔も好きです。うん、OPS、6月に。OPS?OPS? そこに丁寧な、なんで嫌まった PS を。お追伸ってことだよ、ね。違う、うん。PS に気づいちゃったんですよ。OPS じゃない。で、6月29日の試写会に参加しました。はい。カジ君が、男の子にも、アオハライドを勧めてっておっしゃってたので、はい、そうです。おすすめしておきましたよ。ありがとうございます。弟には強制的にアニメを見させておきます。強制的。なるほど、嬉しいですね。嬉しいですね。おばちゃん良かったですね。すっごい。おばちゃんね。謝ればはあったな。ね、動いて声がつくと、お芝居がつくと余計腹立ちますね。腹立ちますね。あれさ、もう許せないですよ。友達もやっぱさ、ちえちゃんとあすみもさ、双葉それはないよ。いや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 、なくないよ。撮ってないもんだって。一応友達っぽい感じじゃん。そう、うん、なんで？なんで、ね、何を信用したらいいの？みんなもすっごい目して見てたからね。周りのカップルたちばっかなんですけど、あの辺なんか感じだけど、周りがすごいみんなでこそこそ男女で喋りやがって。しやがってね。もう本当に仲間がいない中で、うん、謝ればばあですよ。謝ればばあでしたね。いやー、救世主。いやでも、うん、あれ知り合いだったらそう言いたくもなりますよね。うん、うん、あんな白昼堂々大量のパン盗まないでしょ。盗まない。学生でね、ああいう感じで、うん、なかなか ね、あともう一人のおばちゃんもね、うん、すぐ気づいて、まあね、忙しそうだったけど、うんうん、気づいてほしかったですね、うん、まあでもね、そこで気づかれたらこうなんか、うん、お、ああでて、お、ああってなっちゃうから。そう、それそれそれ。そうそう。だよな、ババアってなっちゃうから。だよな、ババア。ババアじゃないわよって言われちゃうから。そうそう。そう、あと失言ってなっちゃうから。そうそうそう。だから、あれは、ああ、みんながああいう空気作ってくれたのは、こうとしては、まあ、ラッキーだよ、ね。ラッキー、うん。あれは一連の流れの中で、こう正解の形でしたね。全部こうがしくってるかもしれない。おばちゃんにちょっと300円くらい渡して。そうそう。おばちゃんさ、手伝ってよって。それも可愛いな。袋ない手にして。もうどんどん、もうこの前のラジオからこれダメだな、うん、どんどんこうがなんかちょっと、そう、違うあざといです、あざとい、違う、はい、違う、そうじゃないから、はい、おしまい、はい、はい、ね、皆さん、はい、お便りありがとうございます。ありがとうございます。これからもどんどん送ってくださいね。それではここで一曲お届けしましょう。アニメアオハライドオープニングテーマ、チコウィズハニーワークス、世界は恋に落ちているをお聞きいただこうと思うのですが、うん、この曲もオープニングですが、そうですね、今からね、うん、もうテレビサイズでオープニングとしてかかってますけども、はい、いやー、うん、もう、好きだよとか、教えてが、うん。口のアップでね。はい、素敵ですね。原作読んでる方は、好きですね、そういう描写がなんか、ちょっと見覚えがあるんじゃないですかね。あのカットはね、うん、すごく印象的なカットで、うん、口がちゃんと動いてるのに感動しました。ね、綺麗だよね。綺麗、うん。あの、ジェリービーンズがぐるぐる回ってるのがすごい。ね、うん、うん。あと最後、なんか近いよね。近い。あれ何が起きたんでしょう、ね、あのだってこう、クイってなるよね。こうやって、耳元で支えてるのかと思ったら、うん、見えないとこで何を。そう。ご想像にお任せします。そうですね。はい、それではお聞きください。アニメアオハライドオープニングテーマ、チコウィズハニーワークス、世界は恋に落ちている。アオハラジオ。あなたの気持ち、代わりに伝えます。双葉ちゃんみたいに言いたいことがなかなか口に出せず、後でもっとこう言えばよかったと反省した経験が皆さんにも一度や二度はあるはず。めっちゃ笑ってますけどね。あの、まあ、今のね、タイトルコールあったと思いますけども、あの一回失敗してまして、今の二回目だったんですけど、あの、あ、揃ったなっていうので、うんって言っちゃうっていうのがありまして、変な感じで始まりました。そんな言いたかったのに言えなかったことを、私たち二人が代わりにズバッと言葉にしてあげましょうというコーナーです。はい、はい、二人は普段言いたいことちゃんと言えてるですって。あ、言いたいこと、そうね、まあ比較的言ってるかな。おう、うん、言えますか。そうですね、必要だと思ったことは。おお、確かにそうですね。そうですか。うん、なんかこう旗から見てるとちゃんと意見を言っているイメージです。アフレコと。そうです、そうです、うん、
なんかね、後悔するというか、それがこう、エゴになっちゃうとあれだけど、いい作品に、なるためにって向こうも思ってくださるのならばっていう上での進言ですけどね、その仕事に関しては。大事ですもんね。大事ですよ。はい。そんなじゃあ皆さんからの、その意見をね、私たちが代わりに、ズバッと。はい、わかりました。いきましょうか。では、青春ネーム、バードックさんからいただきました。ありがとうございます。先日、街中で目の前にいた女性に言いたかったけど言えなかったことです。服にタグがつきっぱなしですよ！言ってあげたかったけど結局言えませんでした。それね。ああ、これは気になる。難しいね。どうします？いやー、まあね、まあ、ネタバレチックになるのかな。あれかで、もうちょっとエピソードが進むと、背中にね、なんか物貼られるっていうシーンがあるんですけど、まあ、アオハライドに限らず、そういうのこう、いたずらとしてね、皆さんも経験あるかもしれませんけども、すげえ気になるよね。気になる。もう、それをこう、ふざけて、ケン君が俺の背中になんか、ペチンってやってましたね。飲んでた麦茶のシール貼ったんですよ。なんか可愛い女の子のシールみたいな。そう、まあ、それで気づく感じでやってくれて、俺もちょっとこう、乗っかって、その作中のセリフみたく返すみたいなやりとりしてたんですけど、でも、それで、ははで終わった感じだったけど、実は、ずっと、その後の収録、俺背中ついてないかなって気になっちゃってたから。やっぱり見えないとこって、すげえ怖いんですよ、うん。それはあるかも。だから、本当はね、言ってあげる方がいいんだろうけど、知らない人ってところがね。ちょっと怖くないですか？だって、ババンって、トントンってやられただけで、ふっってなる気がする、うん。この世の中。そうね、今のね。ちょっとね。いや、だから、あとは、その、意外と最近の服ってさ、タグだと思ったら、それデザインみたいなこともあるでしょ。ある、それある。あるし、よくやる。なんでなまったの？マーヤドン。マーヤドンある。それある。ある。そう。なんかこう、服の、あと、こう、切っちゃいけないとこ切ってるとか。そうね。そう、あれが難しいですよね。俺、その、見せるタグみたいのが、嫌で、切るんだけど、大体失敗してちょっと穴開いちゃうの。あー、それはロック、アーティストみたいな感じになって。ならないね。絶対この。そこまでボロボロにしないんです。しないしない。しないよ。ちょっとだけ開いちゃうの。ちょっとだけか。ちょっとだけ開いちゃうから、ああ、なんか虫でも食ったのかなみたいな感じに見える。残念な感じになっちゃう。そうなのね。だからもう、それは、なんか、周り、他の人と一緒に収録しない時に来ます。なんか、ゲームとか。一人の時に。そうそうそう。いや、これどう？いや、これは、でも言っちゃえばよかったと思う。うん、言ったら、ちょっとその人の、その後、仕事とか、デートとかの時に、そうね、言われないで、気になんでも言えないか。あのね、これ、男で、その人が女性だと、ちょっと言いにくいかな。ああ、東京だからですか？え？いやいや、ちょっと、は？ごめんなさい、ちゃんと聞いてもらっていいですか？あの、どこのタヌキなの？おい、東京だよ。え、なんて言った？だから、東京だと、ちょっと人多いから、あまりこう、急に女の人に声かけたら、あの人ナンパしてるとか言われるかもしれないし、女の人自身がちょっと警戒心が強いかもしれない。まあ、もちろんそれもある。ちょっとなんかその、沖縄とか、心が揺らいでいると、なんていうんですかね。心がこう、ふわっと。まあ、そんな人混みが多くなかったね。そうそうそう。あの、優しい人たちが多い。まあ、東京が少ないとは言ってないですけど。なんか東京にもいっぱいいるよ。いっぱいいるけど、そのちょっと、せわしなくないというか。そうね。その、ゆったりしているところだったら言えるかもしれない。そうね。まあ、あとはこう、なんだろう。女性、異性だから、なんでしょうね。その後はもちろん恥ずかしいの方が困るけど、その見ず知らずの男の人にそれを言われること自体恥ずかしいと思っちゃうんじゃないかなって思うと、言いにくい。男だったら、その場で、ああ、すいませんって済むけど、なんか女性だとちょっとかわいそうなのかなとかも思っちゃって、言い出せないうちに言っちゃう感じかな。ですね。難しいね。難しい。言えそうだったら言おう。これ勇気ですね。全然代わりに伝えてないけど、大丈夫ですか？はい。じゃあ次ご紹介します。はい。青春ネーム、アミさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。
高校2年の時彼氏がいたのですが、うん、私が入っていた部活が恋愛禁止だったので付き合ってることがバレないように目を合わせたり隣を歩いたり部活が終わってから公園で会ったりするのが精一杯でした。そこで私が言いたかったけどみんなの前では言えなかった言葉を代わりに言ってほしいです、うん、これ俺が言うの。ほんまは付き合ってんの、めっちゃ好きめっちゃ好きかな。ちょっとこれなんでかわいい、これはマーヤ丼に振ろうよ。あえてなんです。めっちゃ好きかな。私もやる。おふわかりました。ほんまは付き合ってんの、めっちゃ好き待って、私東京生まれ東京出身、もうぐちゃぐちゃですよ。いい、さっきの感じだと別にそんな東京な感じしなかったけど。本当ですか、おかしい、おかしい、関西でもなかったけどね、うん、いやーいやーでもこれだって目を合わせたりとか、うん、隣を歩くっていうのはどういう状況なんでしょうね。じゃ あの教室移動するよみたいな風に、そうね、気づかれずになんとなく二人だけは意識してるっていう状態じゃないですか。それはあれなんですかね、こう例えばそっとそばに行った時にこうスッってこうちょっと触れ合うぐらいの距離。そうなんでしょうね。うわー、いや甘酸っぱいですね。甘酸っぱいな、公園っていうのがまたいいですね。そうね、公園行かないですよね、なんか。そうね、そう、まあ学校の帰り道にね公園があるんでしょうね、うんうん、いやなかなかね公園で時間潰すことってなくなっていなくなります、ね、公園でパンを買うとかないですもんね。公園でパンを買う、公園のパンを買って食べるってことちょっと足りなかった足りなかった、ま、たババそんな怖い顔しないでください。怖い顔してないよ、こういう顔だよ。パンを買うみたいな、思わなかったですか。公園でパンを買う、公園ではパンババは出てきてない。言いました、違います、公園でパンはババはパン売ってないあ、そう、あ、違う、言ったけどな、はあ、そうじゃなくて、うん、まあ、公園でパンを食べる、そう絶対に買うって言ったよ言いました、言いました、すいませんでした。そりゃ変な顔にもなるよ。ごめんなさいですね、ごめんなさいですね、本当すいません、はい、甘酸っぱいね、ですね、いいですね、青春ですね。というわけで、はい、言いたかったのに言えなかったことがある人は、うん、どんどんメールを送ってくださいね、うん、以上、あなたの気持ち代わりに伝えますでした。刻め青春の1ページ青春選手権。どんなテンションだったっけかねはい、うん、リスナーの皆さんから送っていただいた実際に体験した青春のエピソード、うん、こんな青春を過ごしてみたかった夢のシチュエーションを紹介し、はい、どのくらい共感できたかを私たち2人でそれぞれ0ライドから5ライドで判定するコーナーです。はい、2人の合計が8ライドを超えた場合殿堂入りとなり、うん、僕たちの記憶深くに刻まれることとなりま す, まます、はい、このコーナーで、うん、カジドンとマヤドンが生まれたんですよ。壁ドンからね。そうです、壁ドンメールからの。壁ドンといえばさ、ええ、あ、なんでしょう、いや、しました、してすげーなそれ俺この間してさ、いやマジいい壁ドンだったと思うんだよね、あれは。本当に、うん、後ろがさ壁じゃなくてさ、うん、ドンしたらズンって倒れてやばい、それはあるかそんなこと、ね、壁ドンなんか、なんて言ったの、なんて言ったの、うん、俺とカジドンしない、どういうこと、わかんないです、わかんないです。じゃあ俺が言いたいのははいはい、なんでしょうカップヌードルの CM、 お、ね、皆さんあのご覧になった方いますか、あのアオハライドね、がこうヒット筆頭に少女漫画が結構ね、いろいろ出てますけども、見ました見ました、ねえ、コウの T シャツ着てる人とかね、いたりとか、まああそこでね、あの中で壁ドンのシーンが出てきたりしますけども、いや嬉しいですよね、嬉しい、あ、で私あれ見てからカップヌードル食べましたよ、見ちゃってあーと思って買いに行きました。何味食べるの、醤油をいただきましたそっか、美味しかったです。この間そうめんっていうのが売ってて、まだ食ってないんだけど、そうめん、カップヌードルそうめん、そう麺がやっぱね、そうめんってことですね、なんで、いや今カップヌードルそうそう麺がっていうそういうギャグですか、そうめんギャグ、お疲れ様でしたちょっと
ちょっと待ってください。まだ終わってないです。これ始まってないです、このコーナー。心折れちゃったよ。そんなことに気づいちゃうから。じゃあね、はい、気を取り直して、はい、最初のお便りご紹介しましょう。はい、いきましょう。はい、青春ネーム、伊達メガネのキーくんさんからいただきました。ありがとうございます。こんな青春を過ごしてみたかった。それは、高校時代に部活終わり、マネージャーの女の子から。今日もお疲れ様。はい、これ、タオル。あれ、ね、マネージャーそんな笑ってたのかな。あれはい、これタオル使ってねと言われるシチュエーションですかね。こんなこと一度は言われたかったです。ちなみに僕は高校時代帰宅部で誰よりも早く家に帰りアニメを見ていました、うん、という。なるほど、はい、伝わりました。ちょっとごめん、あんま入ってこない。あの一回なんか薄ら笑いのやつがあったな。部活、あ、憧れてる、憧れのシチュエーション、うん、なるほど ね, ね。いや、いいよねこれ。タオルを渡してくれる、そう、さりげない、なんでもないことがいいことしますよ ね, ね。これいいよね、うん、なるほどね。でも運動部じゃないとないシチュエーションじゃないですか。そうね。例えばもう囲碁部でね、囲碁部でタオル渡す。いや、でも汗かくこと集中するかも。あ、マネージャーっていいのかな、囲碁部に、うん、何するんですか。小石洗っときましたみたいな。自分らで洗おう、そこ。いや、わかんない。わかあ、あるかもしれないですよ、囲碁部のマネージャーね。まあ、それもありか。うん、まあ、これ、どう、女子としてどうなんですか。いや、これはもう精一杯の言葉だと思うんです。これが、これ以上は言えないという、その。あ、これもうマネージャーは、その人のこと好きなんだ。あ、だと私はちょっと今思ってましたけど、ちょっとその、お互いに気になってて、うん、でもそんな好きとか言えないから、今日タオルって優しさをこう見せるっていう。それ女子な気がするな。女子の発想かも。あ、違います。俺は勝手に、はい、まあマネージャーっつったらもう部員全員が好きですよ、うん、みんなのアイドル、はい、うん、なその子になんだ、まあ、他の子にもね渡してんだろうけど、うんうん、自分にもこう優しく声かけてくれてるっていう状況自体が嬉しいっていう方で捉えたね。じゃあ男女の違いですね、これは。かもしれないね。あのね、そんなに夢も希望もないよ。え、そんなもんです。うん、あ、そうなんだ。そう、マネージャーってやっぱアイドルなんですね、まあ、多分ね。この女子のマネージャーいた時、いた部活をやってたことないからわかんないけど、へえ、いやー、これは今少女漫画脳でしたね、私はどっちかっていうと。あ、そう、うん、俺中学の時テニス部だったんだけど、うん、まあもちろんプレイヤーとして普通にやりながら、うんうんうん、マネージャーもやってたんだよね。男子テニス部のマネージャーも一緒にやってる、うん、そうそうそう、これじゃタオルって。いや、でもね、そんな、なんだろう、漫画みたいな感じじゃないんだよね、 あんまり。どん、何するんです。なんだろう、ボールのその、なんだろう、片付けの確認とか、ここの掃除誰がするとかっていうほど把握して指示するみたいな感じだった。ちょっとこうまとめてくれる、まあリーダーのような。まあ部長はね、別にいるんだけど、うんうんうん、男子同士でさ、はい、これタオル使ってねって、ちょっと。洗っといた T シャツみたいな。やだわ、俺、同級生の汗かいた T シャツとか絶対洗いたくねえわ。ちょっと夢がないですね。ないね。うん、ないくて、これはまあ男女の。女子マネージャーいいや。いや、素敵ですよ。うん、はい。ではでは。なるほどね。あ、そっか。はい。はい。うーん、どうしましょう。ね、うん。じゃあ、せーのに行きますか。行きますか。せーの。4ライド、おー、4ライド、うん。合わせて8ライド。8ライド。あ、ということは刻まれた？はい。刻まれました。よかった。ちょうど8ライドでしたね。そうですね。うん、いや、でも、甘酸っぱくていいですね。うん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 、これは夢がある話です、ね。はいはい。じゃあもう一ついきますか。はい、お願いします。ノアさんです。ありがとうございます。ます私の中学では、体育祭終了後に気になる人と鉢巻きを交換するしきたりがありました。中3の時、私も好きだった子に友達伝いで鉢巻きをくださいとお願いをしました。ほうほう。ただその子は人気者で、うん、他の子も頼んでたみたいだったので、うん、私は無理かなと思っていました、はい、しかし体育祭終わりにその子に呼び出されて階段の踊り場へ行くと、はい、これと鉢巻きをくれました。私が他の子はと聞くと、うん、お前にあげるから他のやつは断ったと鉢巻きを押し付けるとスタスタ歩いていってしまいました。その鉢巻きは今もちゃんと引き出しにしまってあります。はい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 、ゴライド、ゴライド、早い、これいいんだ、これいいんだ、これいいですよ。
そんな、こう、第二ボタンっていうのが、ね、そうそう。昔あったようなものですよね、多分。そういうのあった、やった？ありました。中学の時は学ランだったので、男性は。で、私たちはセーラー服だったんですけど、うん、なので、やっぱそういうしきたりはあり、うん、いや、なんかでも、そういうのってやっぱ人気の男の子はみんなもずらーってなくなってるもので、そう、ね、気づいたらないあった、ね、みたいな感じだったような気がこれ別にそのいいのかな、その、うん、くれたわけじゃん、お前あげるから他のやつは断ったという、うんうん、まで言ってくれて、はい、その後はさ、うん、なんかじゃあみたいな風になんないのかな、ああだってそうか、まあ好きだっていうか気になってるってことなんでこんなぼんやりしたことをこの彼は言ったんですかね。だからお前がドン好きだっていうのは、いやいや言えないよ。これ精一杯なんです？いやこれ精一杯だよ。これ精一杯、ちょそれはなんかんあのあれだよ、読み取ってよ。え、じゃあこっちはどうしたらいいんですか。女子はどうしたらいいんです？だからせめて、うん、じゃあとかどういうことですかって聞いてほしいってこと。うん。じゃあちょっとやってくださいね。え？何それ。はい。じゃあこれ言ってくれ。じゃあはい、これから。何が始まるの？急に何なの？ちょっと、どうするのかを。待ってよ。何このコーナー、はい。はい。はい、これ。他の子は？お前にあげるから、他のやつは断った。じゃあ、どういうこと？いいの？うん。で、これはどういう意味なの？好きだ。キャーあのね、落としどころがよくわかんなかったよ。キャーなんかボケようかなって思ったけど、なんかボケると変な感じになるなと思って。じゃあ、ボケるとどうなる？いやいや。福さん、ボケるとどうなる？いいよもうどっちかにしてよね、いや素敵でした。いやこれが正解です。気持ち悪くなってきたちょっとお水飲んでくださいね。役作りもなんかどうしていいか分かんなくて、俺誰なのってなってて、なんか結果ややこうに寄せる感じになっちゃったけどなんか分かんなくなっちゃったね。いやいいですね、そういうのを踏まえつつ、はい、では判定いきますか。ちょっとなんか動揺しててよくわからなかった。今なんだっけこれ、何すんだっけ、今の流れです。今の流れ。どんぐらいライドするかね。ライドするかです。はい。はい。はい。行きましょう。はい。せーの。サンライド。なんでですか。ほらでもほら残ったよ。8ライドだ。まあ八、そう、あそこをちゃんと考えましたね。考えますよ。なるほど。なんでですか。それはだって女子がそう言ってくんなかったから。あーここで終わっちゃったからそう、ってなっちゃったから、そう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 、あーそっか、絶対これだって、うん、これイコール告白ですよ。まあそうですよね、うん、他の子にあげないで私もくれたってことは、そうだよ、はあ、なのにさスタスタ歩いて行ったんじゃないの。振り返って何歩目かで何々くんって言ってほしかったあーそこ、あここは上司のミスですね。そうね、なるほど。今ちょっと勉強になりました。え、違うの？え、そうそう。あれ違うの？違うの？あ、違うの？なんで？あれ？男子のミスだって。すごい男子のミス。女子スタッフがすげえ言ってくる。そう。いやいやいや。すごい。男性陣は逆にどうなんの？そう。男性陣は。これだって、それさ、精一杯もう言いましたよね、これね。ほらほらほら。ほら。言いましたか？これが違いますよ、男子。すごい、いやいやいや。溝とか言わないでください。わかんないよ、だからもう。え？ほらほら、一番音響監督の長崎さんが、女子が察しないとって言ってるんだから。そういうもんですか？これは、ちょっとさ、これ、じゃあさ、もうさ、うん、まあ毎回どうなってくるか知らないけど、はい、このことに関して、うんうん、私はこうだ、僕はこうだっていう、うん、こう、アンケートを募って、そうですね。次回に、結果こうだったっていうのを発表するってのはどうですか、うん、そうしましょう。でも、どうかな、男女比率どうかな、どうかな、ちょ、何ですか。いやいや。まあまあ、そうですね。女子が多かった時はどうなっちゃうんだよ。うん、それはちょっと。あと、大体俺がこういうの言うと、じゃあこうしようっていう人多いんだよ。本当はこうだけど、あいつ任そうみたいな人多いんだよ。そうなんです。そうなんです。いや、大丈夫ですよ。これ、だからちゃんと皆さん。うん。うん、
私は女子だけどこうだとか、うんうん、いうちゃんと素直なあれを気持ちを伝えてくださいね、はい、よしそうだバカよ昭和、はい、ハチライドなのでもういろんな意味でね刻まれました、はい、やんの怒りましたね、はい、というわけで皆さんも自分の思う青春の1ページをどんどん送ってください。以上青春選手権でした。マーヤドンカジドンのアオハラジオ。ここでアオハライドからのお知らせです。まずはアニメの放送情報です。東京 MX は毎週月曜日24時から、 MBS は毎週月曜日26時35分から、 BS11 は毎週火曜日24時30分から、チューリップテレビは毎週土曜日25時53分から放送、ギャオでは毎週火曜日25時にウェブ最速での配信スタートとなります。続いてブルーレイ &DVD 情報です。ブルーレイ &DVD 第1巻が9月17日に発売されることが決定しました。初回限定版には3大特典がついてきます。ということで特典内容をご紹介しましょう。はい、3大初回特典その1、12月14日日曜日に開催されるクリスマススペシャルイベントのチケットの優先販売購入券が封入。こちらのイベントにはマーヤドンと私カジドンの出演が決定しております。皆さんぜひ一緒に盛り上がりましょう。三大初回特典その2、原作者崎坂伊代先生の書き下ろし漫画第1弾アウェイくんがついてくる。別れも告げられぬまま長崎にやってきた中学生のコウは一人双葉のことを思い出していた。コウの視点で描かれるもう一つの前日談、原作の人気エピソードアンリトゥンのアナザーサイドということで、16ページのボリュームでお送りする必見の内容となっております。そして三大初回特典その3、キャラクターデザインの井川玲奈さん書き下ろしスリーブケースがついてくる。さらに通常特典としてはノンテロップのオープニングエンディング映像を収録。豪華特典盛りだくさんとなっておりますので、どうぞお見逃しなく。続いて CD 情報です。本日番組でも流れましたオープニングテーマ、チコウィズハニーワークスの世界は恋に落ちているが8月6日に発売となります。エンディングテーマフジファブリックのブルーは早くも来週7月30日発売です。そして挿入歌チェルシーのアイウィルは9月24日発売予定です。ぜひゲットしてくださいね。その他の詳しい情報はアオハライド公式ホームページや公式ツイッターをチェックしてください。アオハラジオ、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。この番組では皆さんからのメールを募集しております。アオハライドの感想、僕たちへのメッセージ、質問などなどどんどん送ってくださいね。メールアドレスはアオハアットマーク温泉ドット AG、 アオハアットマーク温泉ドット AG です。次回の配信は8月6日水曜日です。8月6日水曜日、なんと次回村尾修子役の小松美香子さんがゲストに来てくれます。ぜひぜひ聞いてくださいね。はい、ということで、うん、今回の放送いかがでしたでしょうか。いやー、ね、ちょっと合間に結局さっきのなんか鉢巻き論争、鉢巻き論争、あれ前どんはなんか我々男子の意見に傾きかけてましたけど、いやダメなんです、それじゃダメなんです。だって私は女子の味方にならなくちゃ。女子ですもんね。そう、女子側に立つ、ね、こう一番のこう今壁ですから、そっかここは守らなくてはならないのですよ。そうか、分かった。本当は、うん、この男性にこれ以上のことを女子は求めてるんですよ、大体の女の子。まあまあね、その気持ちも分かる、うん、分かるけど、うん、分かるけどさ、それは現実とやっぱ、少女漫画違うんですよ。やっぱ違うんですね。そうですよ、そんな簡単に恥ずかしいんですよ。ああ、そういう、そう、それはね、組んでもらわないと。モノローグ見えたらいいのにそうね、うん、でもさ、まあ、うん、いや、聞きたくないことも聞いちゃうんじゃない。まあそうですね、双葉のモノローグすごいじゃん、いっぱいじゃん。こうはーとか、うるせえよってなってなってまたなっちゃうかもしれないから、ね、やっぱそこはこうお互いね、差し合いつつ、そう、うん、こう、ね、相手のことを考えるっていうことが大事なんですかね、うん、そうですね、まあね、あの次回皆さんこの始まき論争の意見を募集しておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、それでは今回のアオハラジオはここまでです。お相手は内田真彩と梶裕貴でした。バイバイ。アオハラジオ、この番組はアニメアオハライド制作委員会の提供でお送りしました。